もうちょっと寝たいね、本当はね。でまだ早いもん、時間。私こんな早く起きない。そんな感じで、はい。まあちょっとね、お時間ございましたので、ラジオ配信ではありますが、配信をつけた次第でございます。おはよう。まあね、だからのんびり携帯でも触りながら、はい、なんかまあ聞いててください。おはよう。早起きでしたね。おはよう。眠たいね。途中で寝たらごめんね。寝ないようにはするつもりだけど、仕事だよ。そう、仕事なんだけど、まあ早いんですよ、起きる時間は。あ、まあ、ちなみに説明して、まあ最近ね、まあ、お弁当を作ってるんですね、マミーとお兄ちゃん。でもお兄ちゃんがね、まあちょっと今日ですね、まあ、いつもはもうちょっと出るの遅いんですけど、今日はなんか特別早くてですね、それに合わせて起きたら、まあこんな時間だよって感じ。まあ、もうちょっと後に起きてもよかったんですけどね、想像以上に弁当作るの早く終わった。想像以上にいつも通りか、まあ、いつもね 3,40 分で終わるんですけど。何してるの？何もしてない、何もしてないよ。はいよ、何もしてないんだ。しいて言うなら携帯触ってる。携帯を触りながら配信をしています。はいよ。眠たいよね、わかる。しかも眠たい。はいよ。みんな早いね、起きるのね。おはよう。肌が白くなりたい。なんて思いながらね、最近いろいろ見ている。なんかインスタっていいよね、いいよね、なんか知らんけど、なんか自分に合ったものをさ出してくれるから、すごい見ちゃう。はよ。そう、お洋服とか靴とかアクセサリーとか、私の好きな K-POP とかね、え、とっても良き。最近ね、すごい美味しい焼き菓子が食べたくて、そう、マミーが会社でもらったんだよね、そこがすごく美味しくてさ、みたいな。
そうカヌレをもらって、そのカヌレ美味しくてさっていう話をしてて、そう絶対ヒカ好きだよって言って教えてくれて、そうでそのお店調べたら焼き菓子のお店だったんですよね。そう行きたいねって言ってて、行きたいんです。いやねえ、そんな感じ。話すことないね。こうやってつけたはいいけど、そんな話すことはないんだ。ごめんね、静かかもしれんけど、まあ気にしないでくれ。でみんなもだからのんびりしてってください。パン食べたいな、塩パン。はよー。なら、つながってるだけで嬉しい。ありがとう。虫刺されの俳優。と思ったらなんかどっか分かんなくなったし、もう治るね、きっと。ねえ。かわいい。今ね、多分海遊館だね。のね、アザラシの赤ちゃん見てるんですけど、動画を。マジでかわいい。この子もね、もう大きくなって。かわいいな、生き物って。はよお、ハーゲンダッツの新しいのが出るのかい？お、はよう。おいしそう。あの大人気フレーバーが帰ってきたって。アーモンドキャラメルクッキー、バタースコッチとキャラメルがたまらん。いいね。私ね、クッキー入ってるアイス好きなんだ。もう一つが、あ、これしか無理だ。クリームチーズ入りのマスカルポーネにほろ苦エスプレッソコーヒーソースがマッチ、ティラミスクッキークランチ。私ティラミス苦手なんですよ。わからんけど、そう一回食べて、あんまりで、そこから食べてない。
いちごのなんかあった？今ね、インスタで見たから多分全部じゃないんだよね。いいね、いちごいいよね。おいしい。うん。私、いちごアイスってハーゲンダッツ食べてからおいしいなって思ったから。本当に。おはよう。トリュフね、美味しいよね。私でも生チョコが好き。セブンイレブンの生チョコが好きです。はい、おはよう。なんかこの時期になると一回は絶対食べる。バレンタインやってないよ、配信では。まあもしね、できるタイミングあったら、まあバレンタインと言わずお菓子作りなんかしたいなって思ってはいますけど、今のところね、ちょっと予定はないです。すいません。おはよう。眠たいね、このまま本当に寝そう。あ、絶対桃太郎今来た。でもどっか行っちゃいそうだな。あ、どっか行ったっぽい。走ってっちゃったわ。かわいい。そう、ね、マミーも早起きだから自然的にね、梅ももももも起きておりまして、お目目が覚めて動き回っております。ね、ヒカも寝そうだもん。眠たい。今はね、ZOZO でお洋服を見ています。まあなんかめっちゃ見るから、最近見てるの一緒なんだけど、はい。
私ね、春服が苦手なんですよ。何着たらいいかわからん、春は。そう、春服が一番苦手です。でね、なんか毎年春になると服がなんか着るもんがみたいないう現象が起こるんですよ、不思議なことに。本当に服って私たくさん持ってるんですよ。なんだけど、あれ、なんか着るものなくないみたいなさ。これ着るとちょっと暑いし、でもなんかこれ着たら寒いよな、半袖着ちゃないしなみたいなさ、なんかあるじゃない、そういうの。そう、春服が一番苦手だから。はよう、そう、一番だから持ってない。うん、で春はさ、やっぱりさ、なんかさ、ちょっと明るい色が着たくなるというか、黄色とかピンキーとか緑とかオレンジとか、なんか春っぽい色を着たくなるね。そんなことを考えながら私は今日も ZOZO を見ますね。 ZOZO 大好きじゃんってね。好きですよ、 ZOZO さん。いろんな服ありますから。そしてなんだろう、安心できる。おはよう。でもね、もう多分外出たらね、冬物セールもやってて、で春物も新しく出てるもんね。昨日できてたよね、シャツとデニム。今年着たっけ？今年着てない、今年じゃないや、去年その時期にしか着てないな。今年じゃない、去年の夏着てないね、あんまりないけど。ヒカも好きだよ、あれ、シャツ可愛いよね、あのシャツね、可愛いんです、あのシャツは。本当に色が一目惚れで、なんか青とピンクとあったんですけど、迷わずピンクを選びました。ちなみにあれ確かヘザーです。そう、ヘザーのシャツです。かわいいよね、ああいうシャツ系もいいよね。でもカーディガン欲しいわ。いっぱい持ってるけどね、言ってカーディガンとか、なんか薄めの羽織とかいっぱい持ってんだけどね、なんかついつい安心感があって欲しくなっちゃう。はよ、あとはなんだろうな、あとはわかんねえ。ピスタチオ色は緑ですね。あんまり言わないけど、ピスタチオ色って緑色じゃない？ピスタチオ色っていうのかな、わかんないや。あとはなんかちょっとセーターとかもいいよね。でも今年の春はさ、暖かくなるのかな。だったらセーターだとちょっとね、分厚いよね。なんか今年暖冬すぎてさ、まあ言って寒いんですけど、私からしたら全然暖冬だったからさ、春先の気温が全く読めないというか、もう今もう暖かいからさ、あれ3月入ったらどうなるんみたいなね、なんかありまして、はい、なんかね、何を着たらいいのかわからないという。そう、着
気温が未知数すぎて。今の流行りってなんだ、なんなんだろうね。あ、ビスチェ欲しいななんて最近思いましたね、私。そう、ビスチェ。かわいいの。かわいいの？レザーとかでもなんか、そう、いいのだったら欲しいななんて思いつつ。でもなんか、形が難しいなと思って、てないね。ZOZO でもね、たまに見てるんですけど。はよー。やっぱり可愛い色のお洋服が欲しくなるね。まあ、とか言いつつ春でも全然真っ黒も茶色も着るんだろうけど、私はね。はよう。今日の気温は、まあ。でも来週また寒くなるし雨降るんだね。最悪。本当に嫌だ。なんで雨降るん？なんで雨降るんとか言われたって、ごめんね。フランといて、本当に。マジで降らんといて、寒いしさ、もうやだ。せめて休みの日に降ってくれ。休みの日だけで降らないっていうね。おはよう。雪よりいい、マジ。まあなんか積もられると困るけどさ、雪はさ。積もらない雪なら私は雪の方が好きだ。うん、雨好きじゃない。すべての生物が成長すると、あ、すいません。そうですよね。前も言われたな、誰かに。でもあんまり好きじゃないんだ、ごめん。もちろんね、そのお野菜とかね、いろいろ作るのに必要なのは分かっているけれども、やっぱり外を歩くものとしてはちょっとねっていう。そう、最近ね、歩いて外に行くんですよって、歩いて外に行くんですよ、日本語おかしいだろってね。いや、歩いてお仕事に行くんですよ。はい、もうちょっと、まあ前からもね歩いてはいたんですけど、まあいつにも増して歩く距離が伸びまして、ちょっとね、マミーと時間が合わないよっていうのでね、今日歩いてね行かなきゃいけなくなって、そうなったらね、もう本当にマジで本当
当に傘持つのもしんどいそう、なんか濡れるし傘さしたとこでって感じなので、あんまり降らないでいてくれると嬉しいです。全く降るのとは言わん、うん、でもせめて私が家から出ない日に降ってほしいな。そう、そうなんです。車とかだったらね、まあ別雨降っても全然いいよって感じなんだけど、そう歩いたりね、そう自転車とかだったりするとね、ちょっとねやっぱり大変になるので、で靴濡れたりもするし、あ、乗り換え2回はしんど。はよう。I believe all but my dreams. So do teardrops. Teardrops そうでしょ、気づいているんじゃない、泣いているんじゃないわ、これが最後の恋、あなただけにジャッドロップス。はよー、1時間はしんど。チャリの方が早いってなかなか、なかなかね、なんかそれ。あ、まあそうね、車持ってる人はね車でいいと思います。まあでも私はね、車の免許をまず持っていないのでね。そう、車ってね楽だよね、本当にすごくいいなって思うけど、まあ免許は取らないっていうね、私は免許を取ろうとは思わない、そうすごく便利だなって思う。うん、本当にね、いいなね。だ
私しかも結局免許さ取ったところでさ車買わなきゃいけなくなるからさ、そうめっちゃお金かかるんだよ免許にもだって言うね30万とかかかんじゃん、取るのプラスね車を買わなきゃ乗る車がないという意味ないやん免許取ってもっていうね。素直になれたのかなって星空に状況はね一応したいななんて思いますけど、そう、そのつもりでいるから今はそう取らない。まあねって言うと何かと便利だよって言われるんですけど、まあね私はあんまり車に乗りたいみたいな感じはないので、うん、だから多分取らないと思う。だこっちとか本当に必要になったら、まあっていう取ろうかななんて思いますけど、今もだって私が歩けば仕事には行けるから、そういうのそれ以外だったら取らないかな。さすがにね歩くのに片道 2,3 時間かかりますよってなったらちょっと考えるよそう今ね片道1時間とまああとちょっととって感じ、1時間ちょいくらいまあギリいけるよねっていう。はよう。よし、ストレッチしよう。こんなゴロゴロしてないで。ちょっと体かゆいな。なんか別に何もできてないけどなんかかゆい、やだ。なんかあるよね。たまにさ、かゆいけどさ。書いてみたらここじゃなかったみたいな、もうどこかわからないみたいな痒いところ、すごい嫌だ。よいしょ。平野光るストレッチをします。もう体痛いんだけどね、筋肉痛で痛ねごり言うた。時間あるときはね、ちょっと流しとかないと。ストレッチってね、でもいいんだよ、すごく。皆さんに推奨します、推奨っていう、そう、おすすめします。ストレッチはマジでいい。痩せるよね。だからね、多分
食べないじゃん。食べる量変わんなくて、まあ普段ねあんまりストレッチしない人がストレッチしたら多分痩せると思う。それだけすごいですよ。ね、ぜひやってみてください。まあ痛いだろうけど、初め私もめっちゃ痛かった。最近ではね、まあまあ痛いくらいまでに収まった。怪我がない程度。レンタカー運転できる、うん、でも免許取るのにお金がかかるから、高いから、うん、私あんまりだってレンタカー運転する状況にもならないので、あんまり必要じゃないんですよね結局。私の地元レンタカー屋さんあんのかな。はよだからまあ本当に必要になったらだよね。ちゃんが可愛い。私ね、ポップのナヨンちゃんがめっちゃ好きなんです。あ、ごめんね急に。トゥワイスのナヨンちゃんです。おはよう、ケープのナヨンちゃん。そう、駅付近に多いよね結局ね。そう。ってことはさ、またそこまでじゃあどうやって行くのってなっちゃうんですよね。それならもう電車それなら電車の乗っちゃえばもうね。この人って可愛いよな本当に。肌めっちゃ綺麗。スキンケアを教えてほしいわマジで本当に。見て。電車ってサステナブルなの？わかんない。
まあでも電車って便利だよね、通ってるとね。ちょっと石川は魔法数はちょっと少ないけど、その場所によって。はい、ていていていてて、おはよう。レッサーパンダの威嚇が可愛いんですけど。レッサーパンダの威嚇が出てきた。すごいさ、バンザーイってしてね、威嚇するんだよ、レッサーパンダ。そう、まあ、大きく見せ、自分を大きく見せてんだろうけど、かわいすぎん。調べてみてよかったら、マジで癒しだから。癒し以外の何者でもないから、全然威嚇でもなんでもないから。かわいいから見てみて。動物ってマジでかわいい。好き、大好き。よいしょ。まつげパーマしに行きたい、めちゃめちゃ。かわいいでしょ、マジでかわいいよね。本当に全然威嚇じゃない。威嚇とはって感じだよね、あれ見ると。はいよ。あ、間違えた。いいや。
はよう。朝は寒いね。朝は寒いです、本当に。私だからさ、起きてさ、暖房すぐつけたもん。そう、お弁当作ってる間に温まったらいいなと思って。そって最近ね、靴下必須。もこもこ靴下ないと無理。先がね、冷たくなっちゃってね、もう冷え性なんですよ。末端冷え性、冷え性も寒がり。そう、なんかいろいろね、あって。はよね、早起きすぎるよね。私もそう思う。4時半に起きた。お弁当を作るために起きたんだよ。漬けです。豚ロースの味噌漬けです。昨日から仕込んできました。もうね、朝から何でもかんでも朝早く起きて支度いいなと思ったので、とりあえず味噌漬けだけ仕込んで、あとはね、冷蔵庫見て今日の朝パッと作りました。お弁当ってでもツナ缶ってね、すごいね、便利食材でさ、そう、めちゃめちゃいい。お弁当作りながら、あら、いいじゃない、素敵よ。そう、それが終わって今のんびり話してたんですけど、ストレッチをしています。新の美人さんですか、誰でしょう。というか、私以外だったらびっくりしません。実は私じゃありませんでした、みたいな。私ですよ、ありがとうございます。こんだけ私話しといて、実は私の写真じゃありませんでしたは、ちょっと恐怖だね。信じれないね、何も。まあね、やっぱり多少加工という力はお借りしておりますが、まあ平野の顔はね、こんな感じですよという。 AI じゃないよAI じゃないですよ。痛いね、痛い痛い。はよ、
瞬間あんたを感じた心のシャッター折りかけたのに夕日に浮かんだあなたの顔 Why? 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 分かってるのに。あ、音が違う。なかった Why? そばにいてほしい I want you love。 おはよう、みんな。おはよう。朝早いね、えらいね。ああ痛いよ。朝はやっぱり体が硬いですね。固まっちゃってね。れたのかなって。やっぱり春だね。春さ、春はなんかイエローに惹かれるね。イエロー、なんか淡い紫、ピンク、グリーン、かわいい、ね、惹かれちゃう。どうして。最近ね、ブラウス、シャツとかブラウスをねちょいちょい見たんですけど、そう、カーディガンとかね、そう、明るい色かわいいよ。おはよう。今はふくらはぎのストレッチをしています。痛いです。ふくらはぎというか、まあ足の裏ももとかも伸びるので、なんかお尻の付け根が痛いです。まあそこが硬いんだろうね。私は特に左足がマジで痛い。なぜ？左足の方が長いんかな。痛いです。お仕事の人が多いのかな。ねえ、しんどいよね、お仕事ってね。みんなね、体調気をつけて、ほんと無理せず、
ってきてね。あ、滑った、いた。眠たい。寝たいね。まあ寝ようと思えばまだ一応時間はあるんですけど。眠いよね。本当に眠たい。よし。ちょっとしたらね、朝配信も終わりますので、はい、あとどんくらいやろうちょっと分からんけど、骨盤矯正をしています。はい、まあ、骨盤矯正って言ってもね、まあお店でやるようなあんなのはねちょっとさすがにできないので、お手軽にできる、お手軽に、うん、そうね、まあ、痛いけどちょっとおはよう、そんなを思います。なんかやっぱり骨盤矯正とかするとさ、なんかやっぱり足の形とか足細くなるっていうからね、もちろん歪んでる人はあったとは思うけどさ、そう、らしいから、骨盤矯正とかほんと行きたいね。骨盤矯正、小顔矯正、姿勢矯正、うん、一番はでも今姿勢矯正かな。
もう骨盤もいいな、姿勢か骨盤やりたいな。やっぱりさ、ダイエットとかもさ、まず歩き方を直した方がいいとかさ、姿勢を直すといいよって言うじゃん。なんか姿勢に関してはわかるんだけどさ、歩き方とか言われてもさ、何が正解か一人じゃわからんしさ。姿勢はでも本当に全然違うよね、姿勢いいだけで印象とか。私ね、巻き型の猫背なので、もういいダメやんなそんな感じですけど、はよう、はよう。よし。そしたらね、朝配信はこんな感じで終わります。すっごい、まあなんかのんびりというか自由気ままの配信だったんですけれども、ご拝聴いただきありがとうございました。それではおはようランキングいきます。13位、伊賀の藤丸さん、12位、ふみさん、11位、としぼさん、10位、ウィンターショコラさん、9位、ゆいっつさんかな、エンジェルさん、7位ライラックさん、6位ともゆきさん、5位662 ppm さん、4位なーにゃ神吉さん、3位、ゆうこさん、2位谷口ひろきさん、1位ゆうたさん、いや間違えました、ごめんなさいすごい私は何を見ていたんだ、ごめんなさい、本当にごめんなさい。1位ところてんさんです。マジでごめんなさい今のは。それではギフトいきます。ちさん、谷口ひろきさん、なーにゃ神吉さん、そそさん、ところてんさん、ゆうこさんです。ありがとうございます。はい、そしたらね、朝配信は本当にこれで、本当にこれでって、これで終わります。朝からね、皆様朝早くからお付き合いいただきありがとうございました。いやー、朝配信で起こしてたらごめんね。またね、こんな感じで朝早くやったり、まあのんびり気ままに配信をしていると思うので、まあ、もしねやっていましたら見に来ていただけると嬉しいです。ぜひね、
フォローなどなどよろしくお願いいたします。はい、ということでね、本日も朝からありがとうございました。まあね、ちょっと今日まだ暖かくなるのかなみたいですけど、本当に風体調に気をつけて、はい、お過ごしください。あ、誰か来た、絶対モモだ、よいしょ。はい、それではね、皆様お仕事、学校、お出かけなどなど行ってらっしゃい。またね、私も行ってくるね。またね、ありがとう。